自分が学びたいことを学べるのですごくいい感じです。自分の可能性や将来の夢を見つけるために入りました。学校法人大谷学園清新女子高等学校、昭和43年に創立され、今年でちょうど55年、全国でも珍しい通信制の女子校です。校舎からはみなとみらいの街が一望でき、最寄り駅である東急東横線の白楽駅からも徒歩7分と通いやすいのが特徴です。必要で信頼される人となるを教育目標とし、未来のなりたい自分へなるための一歩を踏み出すことができます。精神が特に力を入れていることは、生徒それぞれが自分たちのペースで学校に通えるということ。精神には2つの登校スタイルがあり、毎週土曜日のみ登校する1日制と、月、水、金の3日間通う3日制があります。それぞれの登校日数に火曜、木曜に行われるセレクト授業を選ぶことで、1日から5日それぞれの登校スタイルで通うことができます。もちろんこのベースとなる1日制と3日制の登校スタイルは途中で変更することもできます。このセレクト授業は精神が選ばれる理由の一つ。多くの大学や専門学校と連携することで、アート、フード、ファッション、保育、進学、教養と大きく5つのジャンルに分け、それぞれの専門家から直接指導を受けることができます。将来何をしたいのか、そんな漠然としている未来に向けてやりたいことを見つけるチャンスとなります。またセレクト授業は専門分野を選ぶだけでなく、資格や検定などにも挑戦できます。さらに進学に向けた授業や勉強が少し苦手という生徒のために、それぞれのレベルに合わせた学び直し授業も行っています。やっぱり選んでよかったなっていうので、中学校が不登校だったので、1年生のうちにやっぱセレクトで基礎の授業、数学基礎だったり国語基礎を学べるっていうのも勉強の理解ができていいし、やっぱ周りがみんな女子なので、こう気軽にっていうか明るくみんなと仲良く過ごせるっていうのが良かったです。私保育を取ってるんですけど、保育って言ってもお世話の赤ちゃんのお世話の仕方だけじゃなくて、言葉の使い方だったり工作とか音楽とか、一つの教科科目でもすごくいろいろ学べるので、もうやっていてすごく楽しいです。さらに精神には数多くの部活動や同好会があり、文化部は地域のイベントに参加したり、昨年立ち上げた写真同好会は全国500校以上が出場する写真甲子園にエントリーをするなど幅広い活動をしています。また運動部も活発で、バレーボール部やバドミントン部などは地区大会を勝ち上がり、定通制の全国大会にも出場しています。そんな多くの魅力が詰まっている精神には、お昼時に校庭にキッチンカーも訪れ、クレープやガパオライス、パン屋さんなど日によって食べ物も変わり、食の面からも生徒たちを和ませています。また同じ神奈川県内には姉妹校でもある横浜隼人高等学校や秀英高等学校もあり、毎年開催される横浜開校祭や地元ボランティア活動などを通じて3校の交流も盛んに行われています。高校選びは将来に向けてどうするかを考える大切な時間。しかしそれを強要するのではなく、ありのままの自分を出し、自分らしくいられるということが一番大切です。その中から自分が必要だと思うことを生徒自らが選び学ぶことで、それが自信につながり、将来大きく羽ばたくと考えています。精神女子高等学校はそんな未来のなりたい自分に出会える場所です。学校生活も楽しくていい感じです。自分のそのペースでやりたいことができるので、
すごくいいなと思います。やっぱ行事がたくさんあるので、こう体育祭、スポーツ大会とか文化祭とかたくさんあって、こうやっぱ周りと馴染めるっていうか仲良くなるのが難しい人も、そういう行事をやっていくと、まあ、周りと仲良くなるっていうのができていいんじゃないかな。来た方がいい。面白い。面白いし、優しいし、友達いっぱいできるし、ご飯美味しいし。